エブンストン高校での日本語、日本語34、未知の生き方。このレッスンは、日本での未知の生き方を勉強しましょう。まず、この地図を見てください。大変役に立つ語彙を復習します。これは角です。角。角。もう一回、角。これは交差点。交差点。交差点。これは信号。これも信号、信号、信号というと赤、緑、黄色のことなんですか？実はこれも交差点けど、交差点だけじゃなくて信号もあります。この交差点で信号がありますね。次に、これ。これが橋。これが川ですよね。川。だけど川の上に橋があります。橋。橋。じゃあ、動詞だったら、一つの動詞は、行くですよね。例えば、まっすぐ行って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 、そういう意味ですね。あとは、曲がる、曲がって、曲がる、曲がって。例えば、これは、左に曲がって、ここから右に曲がって、そしてまっすぐ行って、まっすぐ行って。もう一つのは、特に橋を使うとき、橋を渡る、橋を渡る、橋を渡って、橋を渡って。あとは、駅にいるとき、駅を出る。駅を出る。駅を出て。あとは、行くだけじゃなくて、例えば、歩いて、歩いています。とことこ、とことこ、歩いて、歩く。歩いて。例えば、一つ目の信号まで歩いて、はここですね。これが一つ目の信号。この駅から。一つ目の信号まで歩いて。じゃあ、ちょっと、いろいろ表現練習しましょう。駅 A を出て、そして、橋までまっすぐ行って、橋までまっすぐ行って、その角を左に曲がって、その角を左に曲がって、まっすぐ行って、それで突き当たりで、ね、この突き当たり、突き当たりで右に曲がって、橋
渡ってください。わかりましたか？はい、もう少し練習します。駅 B から、ね、駅 B を出て、二つ目の信号を右に曲がって、これが一つ目の信号、これが二つ目の信号。それ二つ目の信号を、二つ目の信号を右に曲がって、そして建物は左側にあります。左側というと、ここに立つ左側ですよね。ここは右側。それこのビルは左側にあります。左側にいる、にあるビルは八百屋です。このビルは八百屋。八百屋です。じゃあ次。駅 B を出て、すぐに左に曲がって、次の角を右に曲がって、次の角を右に曲がって、信号を越えて、信号を越えて、このビルは右側にあります。このビルは右側にあります。このビルは魚屋です。魚屋。わかりましたか？じゃあもう少し大きい地図を 見ましょう。じゃあ私は道の行き方を言ってよく聞いて、場所はどこでしょうか？考えてみてください。はい。駅 A を出て、一つ目の信号を右に曲がって、このビルは右側にあります。このビルは二つ目の右側にあるビルです。それで駅 A を出て、一つ目の信号を右に曲がって、それでビルは右側にあります。右側。それで二つ目のビルですよね。一つ目じゃなくて二つ目のビルです。その二つ目のビルは薬屋です。薬屋です。はい、病気だったら薬がそこにありますね。はい、次。駅 B を出て、二つ目の信号を左に曲がって、そしてまっすぐ行って、次の角を右に曲がって、橋を渡ってください。次の交差点を左に曲がって、ビルは、二つ目の右側にあるビルです。二つ目の右側にあるビルです。はい。これが駅 B ですよね。それで、二つ目の信号を一つ目、二つ目の信号を左に曲がって、そして次の角を右に曲がって、橋を渡ってください。そして次の交差点を左に曲がって、このビルは二つ目の右側にあるビルです。右側ですね。
それこれが一つ目、これが二つ目。二つ目の右側にあるビルです。この漢字読めますか？郵便局。郵便局ですね。郵便局、例えば手紙を出すとき、郵便局に行きますね。はい。どうですか？もう一つの例文練習しましょう。駅へを出て、左に曲がってください。突き当たりで右に曲がって、二つ目の角を右に曲がってください。そこから信号まで歩いてください。その信号を通ってください。信号を通ると、次の突き当たりで左に曲がってください。ビルは一つ目の左にあるビルです。左側にあるビルです。はい。どこから来ましたかかな。はい。駅 A だったら B だったら大丈夫。駅 A からだな。それで左に曲がって、突き当たりで右に曲がって、二つ目の角を右に曲がって、信号まで歩いてください。信号まで歩いてください。それ、次の信号を通ってください。信号を通って。はい、この突き当たりで左に曲がって、このビルは左側にある一つ目のビルですね。一つ目はこれですね。この漢字が読めますか？幼稚園。幼稚園ですね。子供たちがたくさんいるところですね。若い子供たち、5歳、6歳の子供たちですね。はい。じゃあ、どうですか？道の行き方、わかりますか？頑張ってください。